ギリー・ドナルドソンはイングランドのファッションモデル、ロンドン出身。父は写真家のマシュードナルドソン。現在、最も人気のあるファッションモデルの一人である。モデル考案のレシピなどを掲載した料理本、モデルキッチンにレシピを提供したほど料理上手。健康志向だった母親の影響で、幼い頃から加工食品を避けてきたという、ポテトチップスなども、 日曜日だけのご褒美だった。2003年、ロンドン市内のカムデンでショッピング中にスカウトされ、クリスチャン・ディ・ウォール、ジル・サンダー、バーバリー、ドルチェ・ガッパーナなどのキャンペーンモデルを務めた。2005年、ブリティッシュ・ファッション・アウォーズのベストモデル賞にノミネートされたが、受賞したのはカレン・エルソンだった。2007年5月、オーグアメリカ市で新しいスーパーモデルとして、 ドーツェンクロースやキャロライン・トレンティーに、心シャラと並んで掲載された。その後のキャリアも順調で、グッチ、バレンシアが、シャネル、マックス・マーラ、バレンティの、ロベルト・カバリなどのキャンペーンを務めた。ランバンの主任デザイナー、アルベル・エルバスのお気に入りモデルでもある。フツボーグ氏の編集長、カリーヌ・ロワトフェルドの息子である、ウラジミール・レストワン・ロワトフェルドと交際中。 モデル仲間のジェマワードやイリナラザレアヌ、カーラデルビーニュと親しい友人である。ありがとうございます。